発見ツイッター探偵団、今話題のツイッターをピックアップしてご紹介する番組です。10月22日火曜日22時となりました。探偵団の皆さん、今晩もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日も、お相手は副団長、中野区議会議員吉田浩一郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして MC は探偵団団長、長尾隆元衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。未だに全衆議院議員って言いそうになっちゃう。いやいや、大丈夫ですよ。大した問題じゃありませんので。絶賛花粉症中でございます。昨日の鼻話題でしたか。昨日の鼻、あとくしゃみで大変お見苦しい1時間を過ごしましたが、今日も結構大変な感じで、そういえば、ブタクサのシーズンということでございまして、はい、今日ちょっと医者行ったら、いや長尾さん、ブタクサだよって言われて、あ、そういえばそうだったと。花粉症はね、ブタクサが一番早いんですよ。てなことで、絶賛花粉症中ということで、鼻声で、お届けをさせていただく、比例をお許しいただきたいと、思います。副団長は花粉症は大丈夫なの？春は重いんですけど、秋の花粉症って今のところまだ大丈夫ですね。なるほどね。はい。まあ、性質がありますのでね。はい。関東じゃもう杉も飛んでるってことですよ。はい。次は弱いです、それ。そうですか。やばい、ね。くれぐれもご自愛をいただきたいと思います。はい、それでは、本日も2000人ルール適用でございます。ご協力のほどよろしくお願いします。そして文化人ダイヤモンドクラブの登録もよろしくお願いします。詳細は、概要欄をご参照ください。はい、それでは本日のお品書きです。一般公開ライブ、衆院選話題の選挙区スペシャル、株式市場は石破総理引責辞任を織り込み済み、はてな、有田芳生候補の正体、中国人が免許試験場に大行列というラインナップでお届けさせていただきます。はい、それではですね、内閣支持率と衆院選ということで、1番、高橋陽一さんの、ツイッターですね。このデータに基づき、俺のモデルで再推計すると、自公で225プラスマイナス20、共栄自公で過半数割れが5割を超えた、石破内閣支持、先週よりも3ポイント減の 41%、衆院選の関心はということで、 NHK の記事です。でちょっとこれ見てみますが、2週間前はですね、石破政権の内閣支持率が 44% が1週間前で 41% に3ポイント下落で、2週間前は支持するが支持しないが 32% で、支持しないが 35% と増えているということですね。で、まあ、せっかくなんでですね、スタッフさんスクロールをしていただきたいんですけど、NHK、投票に行くか、ね、51% の方は投票に行く、 26% が行くつもりで、いると。まあ、大体 77%、 8割弱の方が、まあ、一応選挙には行くだろうと、いうことですね。でも、まあ、投票率が 70% か 80% になったことっていうのはなかなかないわけで、まあ、あくまでもこれは、アンケートの領域を出ないということです。そこでですね、衆院選で与野党の議席はどうあるべきかということですが、与党の議席が増えた方が良いという方が 18%、そして野党の議席が増えた方がいいと思う方が 34% で、 41% はどちらとも言えないと、で分からない無回答がいらっしゃるということなんです。で、まあ、私今大阪に入っているんですけども、まあ、全国的に言えるのは、まあ、自民党にちょっとお灸を据えようと。で、お灸を据えた行き先が、まあ、今の選挙結
選挙の情勢分析によると、まあ全く真逆の方向の、立憲民主党に結構受け皿があって、あの調査結果ですよ、私もこう納得はいかないんですけれども、立憲民主党がかなりの議席を増やすというふうに言われています。で続いて国民民主党や特にまた大阪の場合は維新ということになります。で比例でいけば日本保守党や参政党ということになるのかもしれません。でそこで投票で最も重視することということで、やっぱりですね、 38% の方が景気物価対策、そして 17% の方が社会保障制度の見直しで、政治と金の問題への取り組みっていうのは全体のやっぱり 11% に過ぎないんだけれども、まあテレビのスイッチ入れると、あるいはネット見てるとですね、こういった政策のことよりもどうしても政治と金だけど 11% なんだけども、ここで相当ですね、まあ割を注目を受けてると。でその下の棒グラフを見ていただきたいと思います。世代別にちょっと見てみるとですね、投票で最も重視することということになると、まあ、意外と世代別でもバラバラですね。ただやはり押しなべて景気物価対策、そして次に社会保障制度の見直しで、意外や意外一番なんか自民党に逆風が吹いていると言われている政治と金の部分というのはこのオレンジ色のところということになります。で、まあ、最後にですね、物価高対策で優先してほしいことはやはり減税 28% で、減税を言う政党っていうのは大きな政党であればあるほどあまり言いませんね。まあ、維新はちょこっと言っておりますけれども、そしてやはり賃上げの継続が 21%、家計への支援 19%、 低所得者への支援 17% という状況でございます。まあ、ちょっと世論調査のですね、内閣支持率から高橋洋一さん、まあ、高橋洋一さんの推計っていうのは積み上げ方式じゃなくて、全体の、まあ、数理学的な統計学的な部分から導き出していると。で、まあ、私の方で NHK の世論調査の結果をちょっと紹介させていただきました。これ、まあ、全体的なところを含めて副団長からコメントいただきましょうか。はい。まあ、NHK の調査というのは、まあ、それ自身が、まあ、バイアスがかかっているので、まあ、ある程度話半分ぐらいで受け止めていますけれども、少なくとも石破内閣の支持率が、先週より下がっているというのは多分事実であろうと。でそして、まあ、投票に行くか行かないかとか、まあ、こういう話は、まあいろいろ取り方なんですけど、この投票で最も重視すること、これも設問によっていろいろ誘導されちゃうので、まあ、傾向だけですね、捉えて言えば、まあ、やっぱりこれまでと実は全然傾向は変わらなくて、やっぱり多くの国民にとって大事なのは経済、景気、これが一番、まあ、当然仕事、所得、自分の生活に直接関わる、これがちゃんとやってくれればいいんだと。で、この与野党別の、重視、事項っていうと、これはまあ、この NHK の調査でもですね、野党支持者は、まあ、4分の1の人が政治と金の問題というのを、重視しているけれども、与党支持者は、まあ、20人に1人と 5% と、まあ、いう、まあ、これはまあ、ある程度ね、全体の、状況を捉えてはいるのかな、というふうに思います。で無党派層がその半分、10人に1人という感じだと。まあ、この傾向でもやっぱり今、自民党の不人気、石破政権の不人気の理由もやっぱり分かるわけですね。だから政治と金で足引っ張られてるって一生懸命言い訳してるけども、そうじゃないでしょと。経済政策が信用できないから誰からもそっぽを向かれているわけですよ。
で、そして、その次に重視されている社会保障政策についても、やっぱりザルの穴が塞がれていないと。で、それにさらに言えば、政治と金問題で野党に付け入る隙をいっぱい与えていると、まあ、いろんなことでやっぱりですね、まあ、野党とマスコミに煽られた部分はもちろんあるんですけど、安倍政権がそれでも高い支持率を維持していたのと、まあ、まあ正反対にですね、石破政権がそれにバン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 影響を受けて支持率を下げているというのは、やっぱり自分たちが本当にやるべきこと、まあ経済をしっかりと期待を持たせて、政治と金みたいなところで変な小細工をしないで、正々堂々といいことと悪いことをしっかり仕切り分けて、前を向いて進むという、そういう、この石破内閣発足からの、政策、政権運営ではなかったことが、今ね、解散時に思いもしなかったような支持率低下に、結びついているのではないかな、このように受け止めました。ありがとうございます。ちょっと景気対策、あとはまあ賃金の話にちょっと絞って言うと、例えば副団長は自民党のね、その、まあ景気対策とか賃金の話、あとは、まあ立憲でも国民でもいいや、まあ要は野党の、景気対策、賃金の話、やっぱりそれぞれに微妙に違いがあるんだけども、どんなところにやっぱり注目されて、いらっしゃいますか？私はやっぱりですね、経済政策にしても、税制政策にしても、私は管にしてよっていう言葉がありますよね。簡潔で要点をついたものがいいんだと。だから、やっぱりエネルギー政策については、国民民主党が言っていたようにですね、要するにこう、エネルギーの二重課税とか、フィットとか、こういうもの全部やめましょうと。それが連立に入る条件だったと思うんですけど、そういうことを例えば段階で岸田政権が受け入れていればとかですね、あるいは、まあ、安倍菅路線から、石破さんじゃな岸田石破に代わってですね、増税によって、まあ、新しいその歳出の財源を当てましょうという政策に変わっていった。こういうことにどの政党もですね、いや、国債を発行したり、そういうことで、まあ、増収を賄うべきだっていう議論が、ほとんど、若干の人たち以外は、政党としてそういうふうに主張した政党っていうのはほとんどいなかった。で、そこは争点にならなかったわけですよ。だから、例えば、安全保障について、まあ、予算の配分が必要だ。これ自身を否定する政党があるだけで、安全保障には予算が必要だということを是認した上で、その財源を経済を良くすることでっていうふうに言うか、増税でというか、ここは実は大きな経済と税制政策の分岐点なんですけど、ここが自民党内での政策論争があっただけで、与野党の政策論争はほぼなかったということに私は注目をしてきました。例えばね、よく言われる最低賃金1500円、うんうんうん、これ大体共通項のようなところがあるんですけども、まあ、自民党は総裁選の時には数字を言ったんです。で、いついつまでにということを言ったんだけども、政権公約には実は消してるんですね。これ最低賃金1500円の実現性について、与党の主張、野党の主張、これはどうお考えですか？最低賃金1500円というのは、例えば2000何十年までにと、こういうことを主張する人がどの党にもちょろちょろいますけれども、経済を見る立場からして、そういうふうに、まあ、経済を混乱させずに持っていく、そういう、まあ、マイルストーンというか、その道筋をきちんと示した人はいません。1500円って言っちゃって、先にそういうなんかこう、空虚な目標だけ言って、そこに至るまでのプロセスをちゃんと説明した人がいないのでですね、これ、ただの暴論だと、私は受け止めています。まあ、説明はね、自民党は比較的ちょっとその辺のところはしていて、あえて本当は公約に、入れろと石破さんは多分思ってたと思うんですけど、無理だからってことで入れなかったんですね。
で野党なんかは2029年で石破さんも2029年って言っちゃったんですよ。で言っちゃっただけど去年の経済成長率が 0.9% で、でこの40年間はだいたい 2% で、バブルの時ですら 6.9% で、朝鮮特需の時にだいたい 16.9% で、今の現状で2029年までに、最低賃金1500円をやろうと思えば毎年 7.34% の成長率を毎年やんなきゃいけないと、こんな土台無理だろうっていう話になって、自民党の公約にはそれを入れなかったんですね。公約っていうのは実現するためにあるわけで、ところが野党の場合はですね、これ1500円を実現するって言ってるんですよ。ここはね、なんかあのテレビも、この野党のこう現実味のない、公約について、掘り下げて、議論をしてくれてないというところに、まあ、僕はあの、不信感を持つんですね。で、あと例えば野党なんかは日銀の物価上昇率を 2% から 0% の間に引き下げるって言ってるんですよ。これ矛盾ですよね。だって物価の上昇を上がり傾向のところでもって 2% 水準でずっと行けばいいところを圧縮させたら賃金上がらないじゃないですかって話なんですよ。だから物価の上昇があるから物の値段が上がるから賃金が上がるわけで、こういうね、その経済の理屈っていうのを本当にあの、野党の政権公約は突っ込みどころ満載なんですけども、こういう議論にまあ与党側がね、政治と金の問題に引きずられちゃって、まあ、あの、経済政策一つとっても野党の政策っていうのは穴あきだらけですよと、まあ、与党野党ともに、財源論について語ってないっていうところも、与野党ともにあの突っ込みどころ満載なんですよね。こういう議論になってくるとね、あの選挙もだん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 盛り上がってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。経済政策の件にちょっと限定して、ちょっと僕の質問もよくなかったかもしれませんが、何か補足ございませんか？だからあの要するに今回というか最近は与党も野党もまともな経済の、まあ実態、経済理論を踏まえたあの政策の提言というのはしてないんですよ。だから経済の現場にいる人たちはどっちの言うこともただの、あの、まあ、あの人気取りの、あのパン配りみたいにふざけるなというふうしか思わないわけですね。あのどの要するにこう歪みがある提案をするので、誰かが俺それだと困るよっていう人が出てくるわけですよ。皆さんがうまく、あ、これならうまくいくねっていうのは、日本の例えば高度成長期のように仕事がいっぱいあって、で、あの、まあ、ちゃんと、それが、仕事に基づいた賃金があって、で、物価が上がる前に給料もちゃんと上がるから、その物価の、上昇に追いついていって、今年はこうだけど来年は良くなるって、みんなそれぞれ期待をしながら、だから今年は我慢できる、でも来年は我慢した分だけちゃんとリターンがある、こういう循環だと、皆さんいろんな不満をこの将来の期待でもって、またその期待が実現することでもって、我慢をして、あのみんながあのウィンウィンで経済成長していくんですけど、今あの政府はそういうきちんとした因果関係に基づかない、なんかこうわけのわかんない目標バン、野党もなんだかバンとかやるので、 その中で例えば経営者が困っちゃう、あるいは、労働者が困っちゃう、誰かが困っちゃうわけですよ。そういうことではもうみんなが支持する、まあ、経済政策になるわけがなくって、今問題なのは、まあ、そのメディア、まあ、クソメディアさんたちがですね、野党を応援するためにそこ突っ込まないわけですね。そこがやっぱり日本できちんとした経済生活策について論争が現実的な論争にならない一つの理由だと思います。あの
ちょっと伝わってなかったのかもしれませんけど、まあ、自民党のその経済政策も、まあ、いろいろ突っ込みどころはありますが、まあ、1500円を2029年というのは取り下げているので、これはできないということが経済理論として分かっているので、これは出さなかったと、いうことなんでね、ちょっとそこは野党は出てるんで、そこはちょっと区別していただけると、ありがたいなと思います。では4番、4号はじゃあ副団長が進めていただけますか。はい、これは、田舎暮らしの正越さんというアカウントさんがですね、衆議院注目選挙区千葉5区エリ・アルフィア候補の応援演説に河野太郎氏が登場、ヤジだらけに。これ動画は流してもらえるんですか。これ動画が出ますんでスタッフさんお願いします。そういう科学的な論文は一本たりともありません。ワクチンに反対をしている人たちは YouTube でこう言ってます。 SNS でこう言ってます。週刊誌にこういうのが載ってました。デマにデマ重ねんじゃねえよ。科学的な議論では。はい、どうぞ。すごいですね。これ実は僕は今回の記事取り上げるまで知らなかったんですけど、まあ、すごい、まあ、きついヤジですよね。で、まあ、河野太郎さんが演説止めてないので、まあ、そこまで演説止めるほどの妨害ではなかったと思うんですけれども、でもね、本件についてはエル・アルフィアさんと、河野太郎さん、この2人、私は正直に言って全く支持できない自民党の、議員さん、なんですね。私はそもそも、国会議員、たるもの、私は帰化一斉は、立候補の権利が僕はないべきだと、思って、いるんです。まあ、アメリカの大統領はアメリカ生まれのアメリカ育ちじゃないと大統領選挙そもそも出れませんけれども、やっぱりね、日本みたいな、国の国柄で考えると、例えば、有権者も20歳になるまで選挙権ありません。で、25歳になるまで立候補できません。それは、日本人に生まれれば0歳児でも立候補できるかというとそうじゃなくて、やっぱり社会のいろんなことを義務教育を経て、きちんといろんな教育も受けたり、社会の状況を知って、25歳ぐらいにならないと、まあ、要するに、きちんとした、現実的な、しかも、おかしくない、政治的判断ができる、のは、25歳ぐらいに生粋の日本人でもなってからだ、というのが、まあ、立候補の、年齢の制限の趣旨なんですね。で、外国で全く日本のことを知らない人が、ね、日本に来て、パッとですね、日本の人たちがもう2000年の昔から、2000年の将来までの日本人が幸せになれるような判断が、私は、外国人が日本にパッと来て、国籍を取得したからできるとは全く思わないので、私は帰化一斉の、非選挙権というものは、まあ、選挙権も含めてですね、やっぱり、日本人と同じだけのね、20年間とか25年間とか、経ってから、与えるべきだというふうに私自身は個人的には思っているので、そうではない方の、立候補について少しも賛同できない。そしてそういうことを推進し、日本を、ありもしない空想の多民族国家にしようとするようなことを推進する議員、これも全く、尊敬も賛同もすることができない。そして外国に工場を持って、その工場に自分の経済基盤を委ねているような人がですね、その自分の経済基盤を委ねている国の影響を受けないで政治活動ができるとも思わないので、この二人についてはですね、全く支持できないというふうに思っています。まあ、とりあえず田舎暮らしの正越さんとこの動画、野獣のことなのでだからね、まあ野獣がよくわかるという説明です。はい、まあ、だから野獣が飛ぶ理由がよくわかるという、ね、やっぱり選挙中なんでね、はい、理由の意見を問わず、まあ、野獣はできるだけ収めてもらいたいなという、気持ちがあります。今日もね、ずいぶん今日暑かったんだよ、本当。
でもやっぱり街頭演説ね、やっぱり候補者と一緒に、あるいは候補者と離れてねやってる時でも、やっぱり街頭演説のやじっていうのはね、本当にテンションが下がるんでね、候補者の何たるかっていうのは副団長がおっしゃる通り、僕も同じ、考えかと思ってますが、まあ、ことやじについては相手がどうあれね、まあ、できるだけ、ない方がいいなと、するなとは言いませんけれども、はい、だからですね、やじも議場のやじと同じで、相手の発言を封じ妨害するようなやじはいけないけど、例えばじゃあ野田佳彦さんがね、高取さん脱税したんでしょって言ったら、脱税まではしてないから証拠出せとか、そういうやじは僕はいいと思うんですよ。ということで、まあもし河野さんとか、エリアルフェアさんがですね、なんかデマを言って、それデマだろうっていう、そういうやり取りのやじだったら、私はそこまでは容認してもいいかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、なかなか続いてしまいますんで、次いきます。41分になりました。4287人の方にご視聴いただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、23時まで一般公開ライブを、続けさせていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではですね、ちょっと、政局ちょっと前後しちゃって、すいません、8番いきましょうか。日本証券新聞ね、珍しい記事を厚生さんがピックアップされていらっしゃいます。これちょっと記事を、まあ、見出しはですね、外供、前引け、与野党過半数あれなら石破総理が引責辞任の見方で上昇、これも市場がこう反応したっていうことですよね。高市さんが総裁になるんじゃないかって言った時には株価がガーン上がって、で石破さんが総裁になったら、株価じゃないや先物か、がガーンと上がって、石破さんが なるって言ったらガーンと下がってと、非常に市場っていうのは敏感な中で、大和証券がですね、そうですね、自民党がまだ比較大党なら公明党との連立政権に国民民主党や日本維新の会が加われる形もあり得ると指摘と、でそして与野党過半数あるなら石破総理は引責辞任し、後任は高市氏の思惑も出る公算もある。いずれにせよ財政政策は拡大圧力が一段と強まってきそうだと述べたと、まあ、これはあくまでも金融業界からの見方なんですけれども、まあ、僕は実は日本維新の会が自公に加わるっていうのは、まあ、国会議員のレベル段階であればあり得るかなって話もあるんですけども、自民党も日本維新の会もそれぞれの政党に地方議員が、地元で血で血を払う選挙戦を展開していますし、今もこの瞬間衆議院選挙で、維新と戦い、あるいは国民民主党と戦っている自民党陣営があるんでね、まあ、こういうことを考えるとね、まあ、ちょっと、可能性はもちろんあると思うんですけども、整理しなきゃいけないところがやっぱり、たくさんあるんじゃないかなと思う。あともう一個はやっぱり高市さんがっていう話になると、これ3年後にならないと党員投票できないんですね。で総裁選が3年に一度ある、その途中でってことになると、両院議員総会で、総裁が誕生すると。ただやはり石破総裁が誕生してから、そして衆議院選挙に突入する直前、突入して、そしてその突入した結果が出てから、ああやっぱり高市待望論っていうのが、まあ、出てくる可能性っていうのは、まあ、もちろんあるわけでね。この金融市場のこう見方について副団長どうでしょう。いや、金融市場のこの見方は当然というか妥当ですね。まあ、
私はこの見方はさすがというか、まあ、こう生き馬の目を抜く業界だなと、いうふうに思います。で、申し訳ない、私は与党自公が過半数を割れをしたら、まあ、かつては社会党のね、眉毛男を首相に挙げた、自民党さんですから、維新と組むなんていうことは平気の平座だと思いますし、維新も、まあ、条件をかなりこのハードルを高くつけてですね、そのハードルを飲むんだったらって、まあ、与党入りをするっていうのは当然魅力的な交渉だと思うと私は思います。それ喜んでんじゃないんですよ、はい、喜んで、はいはい、結構です、はいはいはい、それは条件によっては十分可能性としてあり得るということですし、まあ、私が触れたのは、交通整理をしなきゃいけないことがある、交通整理をすればそれは可能性として、ね、当然ある、交通整理ができなければなかなか連立というのは難しいと、是々非々でいくなんていうことには絶対連立はなりませんからね、連立組んだら閣内不一致は許されなくなるわけですよ、ここのところがね、僕ね最大の障害だと思うんですね。だから国民民主党のようなちょっと小ぶりなね、政党であれば、まあ、比較的動きやすいのかな。ちょっと維新になると国会議員だけじゃないんでね、地方議員の皆さんだとか、まあ大阪の半分は首長が維新の首長、まあ、首長さんはちょっとね政党には直接関係はないわけですけども、まあいずれにせよ10月27日次第ということになります。はい。